この仕事が続けられるかわからないって思ってたんです。3、4年前まで、2、3年前だったらまあ違う生き方かなとか、もし続いたとしても多分当分暇だろうから、そうしたらまたその暇な時間でいろいろものを考えようって思ってたら、最近ありがたいことにお声かけていただく機会が多くなって。多忙な日々を過ごしているという俳優の東出昌大さん。現在は舞台ハイライフに出演し、精力的に活動をしています。最近ではタレント活動も増え、中でも世界の果てにひろゆきを置いてきたで見せた飾らない姿は大きな反響を呼びました。Do you know how to make it like a cigar? What do you want? 多分、いけます?うん。あ、じゃあ、いけるから。We can smoke, no problem. Okay, okay. Please. ああ、そうやって巻くんだ。巻くのうまいな。雑味がない。でしょでしょ。今、世間からの関心を集める東出さんに、アベマエンタメが1年ぶりに独自インタビュー。そこで語られたのは現在の仕事量について。スキャンダル直後よりはやっぱり雲泥にあると思います。さらに自身を取り巻くメディアについて明かしました。どうでもいいことを見てギャーギャー言うっていう声があるから、メディアもそこに頑張るから、だからメディアの質が落ちてるっていうのは大衆の質が落ちてるっていうことだって。2020年に不倫が報じられたことがきっかけで、表舞台で姿を見ることが少なくなった東出さん。2022年9月には人里離れた山小屋で狩猟生活を送っていることが報じられ、話題になりました。その報道のおよそ1ヶ月後に、アベマエンタメが行ったインタビューの中でも山での暮らしについて話していました。いいですよ、楽しいことはいっぱい、楽しいっていうか極端にお金かかんないです。この3日間お財布使ってなくて、お財布どこ行ったか分かんなくて、今日東京来るのにお財布探したんですけど、免許証必要で、うん、なんかいろんなもの拾って食べてます。さらにインタビューの中では自身の仕事感についても。こだわりというか、でもお金稼ぐ手段ですからね。なんか反応反 X っていう言葉があるんだけど、今の生活それに近いなと思って、半分農業とかやりながら、その半分の X でこの普通に生きていくだけの金銭を稼ぐっていう。だから仕事があればやるけど、仕事がなかったら自然消滅引退みたいになるんですかね。当時は仕事がなくなることも考えていた東出さん。1年経った今、仕事量について聞くと。そうですね、オファーいただいたり全部お受けできるわけではないので、スキャンダル直後よりはやっぱり雲泥にあると思います。メディアの質が増えたきっかけみたいなのって何かあるんですか？アベマじゃないですか。その前にもやっぱり映画に出させていただいたり、まあいろいろあったんです、舞台も。でも分母が違うんです、見てくださるお客様が。いろんな人たちの耳目っていう意味では、アベマがある意味ではのろしみたいになったのかなとは思うんですけど、別にあれが僕っていうわけでもないし、まだ僕が僕っていうのも認識してないので、まあまあちょっとあんまり考えずにやっていこうかなって。アベマのバラエティ番組をはじめ、タレントとしての仕事が増加、さらに俳優としても舞台に立ち続けています。そしてお前らにはこの俺が必要。この俺の完全犯罪計画だな。俺はごめんだね。これはな、おめえのためでもあるんだ。人生の大半をクッソみたいに無償ながら過ごさねえとなれなかった俺たちだ。心で一発当てたところで罰は当たんねえだろ。現在出演中の舞台ハイライフでは、銀行強盗を企て一攫千金を狙う薬物中毒者を演じています。金はいらねえのか。俺が言ってるのはちょっとやそっとの金じゃねえ。一生遊んで暮らして釣りが来るっていう額の金だ。欲しくねえのか。今ここで降りてえのか。
今回の役どころは東出さんの俳優人生においても難しいものだったそうで、男4人の会話劇なんです。だからもしかしたら美術とか一切なくても4人の会話と芝居力だけがあれば成立する舞台なんです。今まで役者ちょっとやらせていただいて10年少し一番喋ってます、他の作品よりも群を抜いて喋ってます。今回オファーいただいた時に、そういえばすげえセリフ量だなってあの時思ってたな俺と思ってでも舞台は年に1回ぐらいやりたいなってずっと思ってるんです。ただ、まあ、今まで以上の難役っていうのは台本読んだ時にすぐ察しがついたので、これやるかーし頑張るかみたいな、そんな気持ちでした。東出さんにとって舞台は特別なものだと言います。舞台は怖いです。すごい映像だって時間の制約があるし、この本番一本で決めようっていう気概を持って臨む時ももちろんあるんです。ただ舞台はやっぱり生ものなので、でもそこで培うものだったり舞台でしか鍛え上げられない、それは絶対あるんです。そういうところだなと思います。舞台は怖い、そう口にしながらも出演オファーを受け続ける理由は東出さんの芝居への並々ならぬ思いからでした。実はスキャンダルあっても芝居ってできてたんですよ。実はみんなそう自粛期間とかって思われたりしてるんですけど、映像作品も裏ではやって舞台もやってたんです。だからそのスキャンダルがあろうが家庭のことがあろうがずっとお芝居の努力するっていう方向は連綿と続いてきてはいるんです。ただやっぱり人気商売なので、何かガクンとあった時には何でしょう、そのそこでお前なんか求めてないよって多くの人に言われる場合もある。そうだよなって、それを受け止める自分もいたし、そういうことなんだろうと思います。でもお芝居に対して不誠実になったことはあんま僕なかったよなって思ったら、本当に最後の最後の自信じゃないけどやる理由みたいなのの最後にはお芝居っていうものを諦めたくないっていうのがずっとあったから、その種火みたいなのがやっぱりどん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 年とともに大きくなってって今こうやってみんなとできてるんだと思います。俳優業にタレント活動、かつての忙しさを取り戻しつつある東出さんが現在の率直な心境を明かしました。僕自身すごい忙しくなりたいっていうことでもなくて、やっぱりすごい忙しかったりそういう経験をした時に焦燥感だったり閉塞感っていうのを覚えてた自分がいたので、この仕事が続けられるかわからないって思ってたんです。 3、4年前まで、 2、3年前だったらまあ違う生き方かなとか、もし続いたとしても多分当分暇だろうからいろいろものを考えようって思ってたら、最近ありがたいことに声かけていただく機会が多くなって、待ってと、もっともっと考えないといけないのにここで以前のペースのような忙しさに戻っちゃうのもなんか人間としてのなんか全然、まず人間ってなんだみたいなことをさずっと言ってるので、だからまあ焦らずのんびり考えながらマイペースにやっていきたいなと思います。そんなペースを乱すかのようにネットニュースでは東出さんの発言を切り取った記事が増加、中には脚色されたものもあるといいます。活躍に伴い増えたメディアの注目に東出さんは、どうも思わんかな、もうそのフェイクニュースみたいなことで言うんだったら苛烈な時期はもうあったんです。それは嘘だっていうのはいっぱいあったんですけど、ただそれでも変わらない周りの友人知人がいる。でもとりあえず僕は芝居だって思ってるので、あんまり、そういうところに引っ張られず芝居頑張ろうかなって、それぐらいかな。ネットニュースに対して冷ややかな視線を送る理由を明かしました。まあ、過熱したメディアだって言ってまたメディアがプレビュー数を取れたりするっていう、まあ、でそれ見てメディアが悪いとかっていう声があるのもわかる。ただそもそもそのニュースに対して最初から興味を持ってなかったら、そもそもそんな見られるわけじゃないから、メディアばっかりを責めるんでもないんだと思います。そういうさまつだったり
正直、まあ、どうでもいいことを見てギャーギャー言うっていう声があるからメディアもそこに頑張るから、だからメディアの質が落ちてるっていうのは大衆の質が落ちてるっていうことだって僕の好きなジャーナリストさんは言ってましたね。森達也さんっていう、うん、信じるものをもとに自分らしく生きる東出さん、今後やりたいことは？今やりたいことはいっぱいあります。小屋作り、ミツバチ、あとなんだろうな、まあ春野菜の支度、でも山にまつわる、自然にまつわることが多いですね。仕事面はありがたいことに結構先まで入ってるんです。今役者の仕事って台本が来ないと想像しきれない部分はあるんですけど、そこはもう頑張るぞっていう気持ちだから、あとは余暇をどうその、うん、生き生きと過ごすかっていう感じですね。でも考えることは多いです。いろいろ、うん、でもいろいろ考えても、うん、まあ生きてりゃいいかなって。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマニュースキャスターの辻歩です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。